北島達也です、新年明けましておめでとうございます。今日はですね、新年からマスクをつけてるんですけども、その理由はですね、ビッグなゲストを、お呼びしています。なんと、新年初から、すごい人が来てます。熊切あさみさんです。どうぞ。すいません、全然スマートなゲストで今日よろしくお願いします。プロフェッサー・レイス The Mad Scientist YeahYou're about to get served. おめでとうございます。まあ、皆さん誰でも知ってると思うんですけども、はい、熊切さんは、まあ、はい、グラビアで活躍していただいて、バラエティ番組とかもすごい出てまして、はい、なんとこのジムでですね、結構体を鍛えていただいて、はい、最近何本もビデオを出したりとか写真集を出して、はい、先生に体を作っていただいてますちょっと正月太りしちゃったんですけど、いや、そうですね、全然まだ太ってるってことでもないと思うので、一般の人の場合でいうとちょっと嫌味かなっていう感じがあるでも本当に私も体型変わったんで、北島先生に出会う前は本当に落ち体型で、もう正直諦めてたんですよ、うん、でも変わってくるのが本当に楽しくって、私40なんですけど、本当に体が、なんか年を取ることにまだ若返るんだっていうのを実感できて、去年はありがとうございました、はい、いや本当にでもワークアウトの本当の楽しさをですね、うん、知ってもらって、はい、結構ハードなワークアウトをしてるんですよね実は結構細く見えるので、軽いのでちょっとやってる程度かなと思ってる人も多いと思うんですけども、実はちゃんとしたフィットネスモデルのようなハードな、バーベルを使ったワークアウトをしてます。で、それをやってやっとグラビア の, 体に、なるよ、なるっていうかですね、まあ、お尻が丸くなったりとか、ペタンってお尻だったんで、結構最近あれですもんね、ボリュームがついてきて、あとはももの付け根は太くして、膝を細くしてっていうので強弱をつけてですね、ちゃんと女性らしさを保ちながら、ちゃんと、まあ、若さって結構筋肉からくるんですよね。実は足が細いだけだと年取って見えたりとかもするので、ただ本当その辺がしっかり理解していただけて、かなり最近は積極的にワークアウトしていただいているので、今日はですね、熊切さんが普段やってるワークアウトをちょっと紹介しようかなと思っています。はい、いつも通り、はい、いきます。手上げて、はい、つま先の内側に体重をかけて、で、一言でしゃがみ込んで、この時に、前後に体重を多少ずらして、一番自分の、鍛えたいところに入るようにします。じゃあここで軸をしっかりとって、中心軸をとってですね、これでタッてしゃがんでっていく、はい、しっかりターゲットを決めたら、そこをギュッとして、はい、固めて上がる。でこの時に肩を完全に回旋してあげて、はい、そうですね、まずこれで重心を取ってあげると、スクワットの重心がぶれなくて、ターゲットにしっかり入るようになります。でこれを10回ぐらいやってあげたらですね、次はバーベルを担いでいきましょう。3回いきましょう、はい、1、はい、2、はい、3、はい、OK、はい、です、はい、いつも力があまりなくて、これぐーっと思いっきり締めていきましょう。気持ちいい、はい、すいません、はい、出ました、はい、これ自分だと力がすみません。はい、じゃあまずですね、何も持たないで、まあ、まあこれだけでも20キロありますから、はい、やっていきましょう。お願いします。はい、せーの、お、はい、これを止めてしっかり親指に体重をかけて、はい、これでターゲットをしっかり掴んで、そのターゲットを加えたら、そこから、はい、はい、OK、これも1週間に1回に重りをつけた状態でやらないと
体が具合悪くなって本当にもうコーヒーがすっかりワンパートが癖になってるのでですからいいですか。そうですね、じゃあ30キロいきましょう。お願いします、はい、せーの、はい、しっかり添えて、はい、はい、1、はい、いきます、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい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 、スポーツドリンクの味で伸びやすいのは腸内環境を考えているので、毎日飲むと肌の調子も肌も良くなるし、なんか便通も、あ、そうですね、まあ、スポーツ選手用の腸内環境を整えるのも入っているので、うん、お願いします。はい、じゃあ40キロスクワットいきますね。はい、はい、せーの、はい、ターゲットを使って、はい、1、お尻を使った方が軽くなるので、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、9、はい、7、10、はい、先生に言われたら芯があるように、ああ、そうですね、この軸がしっかり取れてると安定してできるし、あと同じ筋肉を使い続けるので、あの筋肉の肥大にもつながる。なんか40キロなのにそこまであるような気がしなくなってます、うん、逆にあのマッキーさんの場合お尻をターゲットにしてるので、はい、お尻で上げてあげた方が力があるので、うん、あのすごい軽く感じると思うんですよね、はい、でそのターゲットを変えないことによって限界を超えるので、そこの筋肉はちゃんと気持ちいいです。YouTube で稼ぐことになったらトレーニングベアガールちゃんに引っ越したいです。でも一人じゃできないけどすごいですね。夢は引っ越し夢がすごいワークアウトできる部屋っていうのでターゲットはお尻だけなのでしっかりそこで上げる。はい、お願いします。はい、はい、行きます。ターゲットを決めたらそこから行きます。はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、状態で親指だけで、で足をちょっとこのハの字に、親指だけでですから、はい、この状態でここは絶対縮めたまんま、はい、回ります。中殿筋だけ上の筋肉、はい、そこ1、しっかり固めて、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、はい、OK です。はい、そしたらすぐにこちら鏡の前で思いっきり中殿筋を固めてあげる。はい、背中を反ってキュッと、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、反対側もキュッと反って、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、
はい、OK でーす。じゃあこれをちょっとインターバルを取って繰り返していきましょう、はい、こうでしたっけ、こうやって書かれてる感じですね。はい、はい、いきまーす。で、下半身はですね、前傾していきますね。はい、じゃあお願いします。はい、まずもうちょっと狭く持ちましょう。少し狭く、はい、そのままですね。で、内側にしっかりで、下半身は前傾して上を向いてもらって、肘は前に回る。で、このままギュッとこう脇を締めながら、ね、キュッと締めて、下半身で、ここを固めて、下も直角ぐらいまでしか落ちないように、そうそうそう、はい、はい、肩甲骨の後ろ側を鍛えます、はい、これは今とちょっとだけ方向を変えてあげて、手の幅を広げて、今度は小指側で引っ張る感じですね。で、肘をこう上を向いて、体の後ろに肘を持って、はい、この時に体がこう倒れないようにですね、こうすると反動で行くことになって腰になってしまうので、下半身がしっかり前に傾いた状態で、上半身は胴体よりも肘が後ろに行くような感じ、はい、肘はちょっとこういう状態からこう行くような感じします。ただこういう、で、肩甲骨の後ろ側を縮めていく、はい、これも最後胸を突き上げて、はい、はい、お願いします。そうですね、下半身は前傾して、はい、で、そうですね、
3、そう、胸をくっつかず、4、そう、5、はい、6、7、8、9、10、はい、OK です。はい、1、2、3、4、5、6、はい、はい、7、8、9、ワンモア、はい、OK で、動画はこうですね。こうやって、キュッと、前から見ると V の字になるような感じで。はい、じゃあお願いします。はい、いきます。はい、1、2、3、はい、4、ここにピークアドを意識して、6、はい、7、8、9、はい、はい、OK です。よし、はい、じゃあちょっと重くしていきましょう。はい、今度は内側を高くする、はい、で、お願いします。はい、少し体を重い、はい、はい、1、はい、3、4、はい、こっちですね、ここですね、はい、6、7、はい、8、はい、9、はい、OK です。はい、ちょっとインターバルを取って同じ重さで、はい、1、はい、2、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、はい、7、8、9、10、はい、OK です。はい、1、はい、2、はい、3、はい、はい、4、5、6、7、はい、8、はい、9、5、はい、10、はい、OK です。1、2、3、はい、4、はい、はい、5、はい、6、はい、はい、7、はい、はい、はい、9、はい、10、サイドレイズを最後にですね、はい、ポンポンプレスカットで終わります。まずキープして、はい、5回ずついきます。はい、はい、1、2、はい、3、4、はい、はい、キープ、はい、はい、こっち5回、1、2、はい、3、し、はい、はい、キープ、はい、5回、はい、1、はい、2、3、はい、し、はい、キープ、はい、5回、はい、
1、2、3、4、5。はい、ローテ3回で最後。はい、1、2、もも最後。はい、オッケーです。はい、お疲れ様でした。新年一発目、新年一発目からハードやりましたね。ありがとうございます、すっきりです。はい、そういうわけで、はい、今日もいつも通りやっていただいたんですけど、新年1回目どうでした？すっきりしました、はい、やっぱりちょっと 見るときついなって思うかもしれないんですけど、実際やると最後本当に体がすっきりして帰れるんですよ。そうですね、やっぱこのくらいハードにやるとアドレナリンとかドーパミンとかもガンガン出てくるので、あの苦しいっていうよりも楽しさが、そうなんですよ、苦しいより楽しいがあるから多分2年近く続けられるから。そうですよね。でモッキーさん、やっぱりちょっとスケジュールで空いちゃうと来たい来たいっていつもあれですもんね。いやいや、でも本当にジムに来たいっていう気持ちはすごい大事ですよね。あの行きたくないなじゃなくて、そうなんですよ。1回来るごとに本当にお風呂入る前に鏡を見たら変わってるんですよ、うん、1回だけで変わるから、それがすごい面白くって。そうですね、やっぱりワークアウトって目に見えて変わらないと、うん、あのやってる意味がないので、結構日本人我慢強い人が多いので、ずっと続けていればいつか変わるのかなって思ってる人多いんですけど、実はそんなんじゃないですね、はい、結構派手なあの変わり方をするので、ちゃんと1回で多少どこか変わるから。そうですね、うん、まあそうやって今年もですね、きっちり体を変えていきたいと思いますので、はい、皆さん今年もよろしくお願いいたします。例えば熊金さん、はい、最近 YouTube 始めたということで。そうなんですよ、まだあの初心者で、熊切あさみチャンネルというチャンネルを始めたんですけど、 で、 でもあのインスタも乗っ取られちゃったっていう事件があって、インスタとツイッターを、はい、年末12月に乗っ取られてしまって、はい、本当にだから宣伝する場所がなくて、はい、インスタ取り戻したんですけど見えてない方もいるみたいなんですけど、なんかあの僕なんかは見えてるんですけども、見えてないっていう方も結構多いみたいですよね、うん、でなんかブロックされてるみたいな勘違いされちゃって、うん、ちょっとあの熊切さんがブロックしてきたって思ってる人は全然ブロックしてるんじゃなくて乗っ取られてそうなってしまっているので、あのもう一度再申請するとか、まあ何かあれですね、もう一回フォローし直してもらうとかしてもらうと、ぜひお願いします。皆さんも乗っ取りだけは今年1年気をつけてください。